カテイナ級防護巡洋艦はフランスが建造した防護巡洋艦の艦級である。フランス海軍では二等巡洋艦に分類していた。本級は1892年度艦隊整備計画において植民地警備用として設計、建造されたクラスである。デカルト級防護巡洋艦の改良型で主砲の 16cm 速射砲を現時た代わりに副砲を強化させていた。 整備ドックが乏しい植民地での維持のために水面下はチークの上に銅板で被覆して海藻やフジツ壺などの付着を抑制した。船体形状は当時フランス海軍が主力艦から軽艦艇に至るまで主に導入していたダンブルホーム型船体である。これは水線部から上の構造を複雑な曲線を用いて引き絞り、 戦隊重量を軽減できる戦隊方式で他国では帝政ロシア海軍やドイツ海軍、アメリカ海軍の全土球戦艦や巡洋艦にも採用された。外見上の特徴として推薦下部の艦首艦尾は著しく突出し、かつ原則艦班よりも推薦部装甲の部分が突出するといった特徴的な形状をしている。 このため、水栓下から甲板に登るに従って船体は引き絞られ、甲板面積は小さくなっている。これは、美宝の社会を船体で狭められずに広い社会を得られる。本館の船体形状は全球と同じく関連の高い艦首から低い艦尾までなだらかに傾斜する平甲板型船体で主砲の1 6トル単装速射砲は、 船体中央部の2箇所に設けられた張り出し部に、ケースメート配置で、片言2機ずつ、計4機が配置された。水面部が突出した艦首から、艦首甲板に、複方の10センチメートル炭素側斜法が、並列配置で2機、司令塔を下部に組み込んだ箱型環境を基部にして、簡素な短脚式の全部マストが立つ。その背後に日本煙突が立ち、その周囲は、 関西低置き場となっており、片源2本ずつを1組として、片源3組、計6組のボートダビットにより運用された。原則部に 10cm 速射砲が、ケースメート配置で5箇所に1機ずつ配置された計10機。後部甲板には簡素な短脚式の後部マストが立ち、その後方に 16cm 単装速射砲が、後ろ向きに並列配置2機である。 この武装配置により守備線方向に最大 16cm 砲2門、左右方向に最大 10cm 砲4門、減速方向で最大 16cm 砲2門 10cm 砲5門が試行できた。ありがとうございます。